はい、今夜は、まあ、今夜も、まあ、おでんですね。なんぼ食うねんってぐらいおでんです。おでんっていうか大根とじゃがいもと賞味期限2週間切れていた卵地味ですね。まだこれぐらいでいいんですね、晩酌は。というわけで飲みたいと思います。おっしゃー、明日ビール来るな。そういや、これ明日ビール来るわ。ビールあんやけどちょっと今飲めないから、まあまだいつも通りこれでか、レモンサワーでええわ。よし、というわけでパ、はいどうも、金曜日の夜のパテモス協会でございます。というわけで今日はもうほんとどんだけ食うねんっていうほど、昨日もおでん食ってましたからね。昨日もおでん食ってました。昨日はまだごぼう天と丸天残ってたんでおでんらしかったんやけども、今日はいよいよ本当に地味やわ地味、うん、まあいいんですけどね。あさってしこたま食いますんで、あさっての夕方か夜からしこたま食いますんで、まあご勘弁を、もう地味に行かさせてもらいます。明日の夜はもう飲まへんかもしれんな、あさって飲むから、うん、あさっては結構飲むつもりでおるから、うん、もういよいよ来週いっぱい皆さん休みでしょう、うん、ねえ、1週間お疲れした、まあ、あと何日間か、まあ、来週いっぱい頑張って皆さんね、うん、休んでください。正月休み、私は明日も明後日も仕事ですけど、うん、それが終われば4日ほど働けば終わりかな。私は29日から休みなんで、29日から休み、30日から旅に出ます。まあ大体4日ぐらいまで旅でかな、新年4日ぐらいまで。長いな。乾杯。うるさいな。新年4日までって結構長いよな。30日から出ていくんで、どんだけ出とんねん。大根食べよう。誰かんち泊まるわけじゃない、ホテルやしさ。30、31、1、2、3、5泊、宿代だけですごい金額なんですよ。5泊もホテルで泊まんやったらさ、もう海外旅行やね、うん、海外旅行レベルやで、うん、大根うまいわ。2日はこの大根煮込まれて、おとといから入れたな、うん、もうこれ生卵っていうか、卵って賞味期限何週間ぐらいいけるんですよ、まあね、賞味期限は決まっとるけど、賞味期限切れ何週間までいけるの、ちょっと食べてみるわ。うん、全然大丈夫や、全然冷蔵庫入っとったし大丈夫やわウォーキングデッド見とかの2週間の賞味期限切れなんかへでもないよな、多分な。うん、でもさっき見てたところで、ドッグフードでサンドイッチ食っとったからね、食わされとった、売ってたけど食わされとったからね。そんなん考えたらもう2週間ぐらいへでもないですよ、人間大丈夫。この週末せやけど、世の中の、え、ちょっと待って、今日20日でしょ、もう学生とか休みなんかな、この週と、そんなわけない、20日から休みなんかないよな、さすがに放棄おるな、うん、見つからないの。
小学生、中学生とか高校生とかってさ、いつから冬休みだ。まだか。さすがにちょっと今日からっていうのは、明日からいうことはないよな。ちょっと早いよね。学校は6日からか、いうことは。多分6日ぐらいから。うん。新年ね。うん、一昨年まで年賀状から出てたけどね。ちょっと去年の年末と今年の年始は東京いたんですよ。何日ぐらい？ 3 日ぐらいいたんかな。うん、年賀状書いてない。ギリギリまで仕事もしてたし、仕事終わってすぐ、あ、でも、あ、俺そう、去年のだけど雪ん中俺水槽取りにさ愛知県までも行ってたんや。そういやな、去年の年末な、思い出すわ。でから九州から来た巨乳ちゃんと飲みに行ってて、翌日その次の日から東京行ってたよな。セレブリティな年末年始よ。うん、確かそうやった。今年もね行こうかなと思ってんけど、やめときました。うん、今年はもうほんと男臭く、うん、旅先でね出会う女の子だとね仲良くなって飲むっていうのが、ね、面白いと思うんですよ。まあ、なるかわからんよそんなこと。うん、熱っ、じゃがいもうまいけど熱っ。ピーナコニャニャ言うとるわ。カルカン欲しいかな。うん、カルカン賞未期限どれぐらいあんやろ。2021年2年もあんのこれ。2021年1月8日まであるよこれ。1年半ぐらい、1年ちょっとか。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 個やから、まあ2ヶ月に1個ぐらいやってるか。そんなせこいんかよってな。賞味期限ギリギリまで引っ張んのかみたいな。うん、まあクリスマスにやるか。これだけど開発してる人で人間が味見するみたいねっていう話を聞いたことあるんだけど、ただね味付けとかだけのもんね、人間が超えるレベルも入ってるし、もちろんね。うん、さすがに食えへんけど俺は。食いたくもないし食わへんけど、いろいろ種類あるね。これがカルカン、マグロ、白身、魚、鮭。これマグロ、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 鮭、うん、これがミックス、下ビラメ、ムニエルやわ、ムニエルやな、なんか4種類あるわ。しゃあないからやるか、あいつらもな。賢いしとったら一生賢いしてへんから多分無理かもしれんな。こ、うん、んなこんなでね、カルカンもあり、いろいろね、あのこのお歳暮からのようにね、あのいただき物もいただき、返せる範囲で返し、私も、うん、明後日にね、明後日の準備整ってきてますよ。うん、
あさってね、一応ね、予定ではね、すき焼きにしようかなと。ちょっと肉をね、あの知り合いの方、じゃあこの動画関係なし、YouTube 関係なしのリアルの知り合いの方からいただいたんで、すき焼きで食べてって言われたから、あ、じゃあすき焼きで食べようかなってね。だから、すき焼きにしようかななんてね、あさっては思ってます。うん。まあ、というわけでね、本日も手短ですけども、晩酌動画はこんな感じで、まあ、もうなんか、あの大根半分しか残ってないからね。まあ、こんな感じでやっております。パティモス協会でございました。というわけで、良い週末をお送りください。そしてクリスマスの準備をしてあげてくださいね。その辺のベイビーたちに。うん、というわけで、パティモス協会でした。またねー。